簡単に引っかかってくれるとは。ひょっとして裏を書かれたのは私たち？そのようね。もう少し賢い連中かと思ったら単細胞の集まりだったようだ。そう思うだろう、セレナ。お姉様のおっしゃる通りですわ。レッドランス軍、投降しなさい。にゃにゃ、セレナ、あなた！セレナさん！私たちを裏切ったの？無駄な抵抗はやめなさい。この状況であなたたちに勝ち目がないことくらい分かるでしょう。レイヤ、落ち着いて。ここは素直に従いましょう。賢明な判断ですね。この者たちを牢獄に連れて行きなさい。愉快。やっぱり戦いはここ頭だね。どうしたんだいセレナ、浮かない顔してさ。いえ、何でもあまりいい気分ではないだろうけど、これは戦い、仕方がないことなのよ。お姉様、セレナ、私はね、嬉しいのさ。あんたが自分からここに来てくれるなんて。セレナ、ずっとここにいておくれ。二人で世界を統一しようじゃないか。力のある者が頂点を目指すのは義務なんだよ。しなさい。そんなことしても開かないわよ。どうしましょうか。とりあえずはおとなしくしてるしかないわね。ジタバタするにも今は。しかしセレナのやつ、まさか私たちを裏切るなんて。今まで一緒に戦ってきたのは何なのよ。もうダギャーナじゃ、オノルラギタジュカーってやつだね。
すぎるわよ、あなた。そのことなんですが、本当に私たちを裏切ったのでしょうか。信じるって言いたいの？はい。何か思い当たることでも？ええ、それは。皆さん、助けに来ましたよ。にゃ、どれですか？じゃーん、魔法少女ニューテルルール参上。さあ、私が来たからにはもうご安心ください。あなたたちを助けします。な、どうしたんですか？そんなに静まり返って。何してるの、ルーちゃん。え、な何を言ってるんですか、ピオ。どうやって開けるの？お任せください。パネールポエレールフルレット。何それ？何って魔法の呪文ですか？もう一回言ってみてよ。偉い人にはわからないのですわ。パレールモレールフルラットマジックハンマー。えい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 。早く開けてよ、ルーちゃん。私はルーではありませんわ。ちょっと待ちなさい。なかなか頑丈ね。こうなったらウォリアー。なんか手がしびれた。何を騒いで。貴様何者だ。少女って名乗って魔法使わなかったし。開きました。鍵が壊れてる。牢屋番もいないことだし、今のうちにここから出るわ。はい。
一体どうやって。私の手で引導を渡してやるよ。にゃ、あの部屋、私たちの装備品だわ。よかった、これで装備完了。そこまでだよ、あんたたち。ミューペリアス、あたし自ら始末してやるよ。表に出な。
怒らせたこと後悔させてあげる。なかなかやるじゃないか。しかし残念ながらあんたたちの負けだね。負け惜しみよ。あんたたちが牢屋でおねんねしてる間に港区に大量の爆発物を仕掛けておいたのさ。ついでにあんたたちが持ってる欠落たる遺文書、今頃は私の部下が手に入れている頃かね。なんてせこい真似を。戦いは腕力じゃない、頭なんだよ。少しでもおかしな真似をしてごらん。このスイッチを押しちまうよ。外に出たから景気よく吹っ飛ぶ港タワーがよく見えるだろうね。さあさっさと投降しな。その通りです、セレナさん。戦いというのは頭で戦うものなのです、お姉様。セレナ、この剣はどういう。まさか私を裏切るつもりかい。裏切るも何も、最初から私はレッドランスの人間です。そんなことだと思ったわ。爆発物設置は全て失敗に終わってます。仕掛けに向かった兵士は私が倒したわ。あなたはファングレット。誰？アンは元々レッドランスにいた戦士です。初耳だわ。ちょっとピオ、著作権に引っかかるようなこと言っちゃダメよ。ラミオ、これはいただいていくわね。きれい。貴様、私の欠落たる遺文書を返せ。欠落たる遺文書、その宝石が。欠落たる遺文書とは全てが本というわけではないのよ。私たちはてっきり三冊の本のことを意味しているものだと思ってた。なかなか見つからないはずだわ。うまくいったわね、セレナ。これで私たちは欠落たる遺文書の二つを手に入れたことになる。エレナ、あんたが私を騙すとは。あんとか言ったか、あ
あんたがセレナをそそのかしたってわけかい？そそのかした？協力してもらっただけ。アンがセレナさんに協力？さすがですね、セレナ様。何者です？とある方から実はご相談がありまして。相談？はい、聞きましょう。私はアングレット様に仕えるものです。欠落たる異文書のことはご存知ですね。噂レベルでしか聞き及んでおりませんが。欠落たる異文書の一つは、あなたの姉上である豊島区のグリーンシーズ軍ラミューベリアスが持っています。ご存知の通り、豊島区のグリーンシーズ軍はそう簡単に落とせるエリアではありません。ですが、姉妹であるあなたがグリーンシーズに戻り、レッドランスを陥れる形なら。裏切るふりをして侵入しろということですね。はい、信じる信じないはあなたの判断に任せます。欠落たる異文書か。ご決心されたならこちらにご連絡ください。それでは。ルーさん、では協力お願いします。わかりましたわ。私も協力いたしますわ。作戦ではみんなが牢獄に入れられます。私の誘導で簡単に牢獄へ入れるよう手配しますので、彼女らの救助を頼みましたよ。任せてくださいまし。変装もバッチリですわ。まさか、そんな。お姉様、力による支配は何も生み出しません。私たちレッドランスは力による統一ではなく、希望と理想のために戦っています。今まで戦ってきて確信を得ました。今世界に必要なのは力ではなく心なのです。お姉様、分かっていただけましたか？よく分かったよ。だが、私はそれを認めるわけにはいかない。それを認めたら、私は、私ではなくなってしまう。自分の人生を否定しなきゃ得られない安息なんて、ごめんだね。逃げる気？敗北は認めるよ。このエリアはお前たちの好きにするがいい。だがこれで終わらないよ。さらばだ。さらばって。わあ、逃げちゃった。お姉さん、セレナさん、すみませんでした。そんなことないですよ、セレナさん。私、なんとなく分かってました。これはお芝居だってこと。本当に？
紫ちゃんいいとこ見せようと思ってるんじゃないの。セレナさんが前に言ってた、戦いで欺くというのは策の一つですから、皆さんもよく覚えておいてください。私たちへのメッセージだったんですね。遠回しな言い方をしてしまってごめんなさいね。アザムクというのは策の一つ。確かにその通りね。欠落たる異文書はこれで二つ、あと一つの所在、それは私にもわからないが、何かわかったら情報を提供しよう。ワン、なぜあなたは私たちに協力してくれるの？協力をしてくれるのなら私たちと一緒に。勘違いをしないで、私は別にレッドランスの味方じゃない。私の目的は欠落たる異文書の真実、それだけ。消えた。あなたは何を考えているの。さてこれからが大変よ。みんな頑張って残りエリアも制圧して、そして私たちも欠落たる異文書の謎を解きましょう。はい。ベテランス軍もなかなかやるわね。望む世界、必ずやこのパレットが実現させてみせます。世界コンプリート。パレット、邪魔なものは。はい、そろそろ舞台から下ろせ。どうしたんですか？あ、そっか、セレナちゃんはルーちゃん見てなかったよね。実は年末でね。だー、私はルーではありません。魔法少女ニューテルルールですわ。せめて口調を変えればいいのに。名前が同じルで始まるのもね。
で、ルイルさんは何をしにここに？そうですわ。これからも手を貸して差し上げてもよろしいかと思いますかね。どうです？なんでわざわざ変装して？マスターのコスチュームの方が強いんだから、そっちで来ればいいのに。素直に言うのは照れくさいのでは？ルールさんをメンバーに加えてもよいでしょうか？ありがとうございます。ルールさん、先日は仲間がお世話になったようでありがとうございました。どうってことありませんでした。これからもお力を貸していただけるとのことで非常に心強く思います。よろしくお願いしますね。わかりました。そこまで言われては断れません。手を貸して差し上げますわ。しいですね。クレットがいないときに決めちゃってよかったんですか？まあいいんじゃない？マスターもいいって言ってるんだし。そうですか。クレット、最近フラットいなくなりますけど、どうしたんでしょう？ガードの甘い魚屋でも見つけたんじゃない？はあ。今日は何しようかな。
ない。